薄緑色の建物、こちらが鉄工所となっています。佐賀鉄工所となっています。佐賀鉄工所から東側へ油が流出している状況を確認できます。現在中央の施設、順天堂病院となります。岸間郡大町町福茂地区にあります順天堂病院です。おおむねこの辺りが油流出、東側の地点となります。